18世紀に存在した帝国自由都市の一帝国自由都市は中世よりドイツで見られた都市の一形態。地方領主や司教の統制下でなく皇帝直属の地位に置かれ一定範囲における自治を行使した都市を指す。自由帝国都市とも表記される。ブレーメン市庁舎前のローラン像。大司教のドームを睨み、ブレーメン市民の自由を訴えている。当初は歴代ローマを 皇帝の指示により建設されたり、宮廷が設けられた都市が帝国都市と称された。その後、中世都市の勃興、発展が進むと、地方領主の統制下に置かれることを望まない都市が皇帝に接近し、功能などと引き換えに特許状を獲得して事実上領主から独立していった。これらの都市も帝国都市と称される。司教都市の中で大司教。 司教の統制下から脱して、皇帝直属の地位を得た都市は、帝国都市と異なって、功能や軍役などの義務から解放されていたことから、自由都市と称されていた。上記の点で、本来は自由都市と帝国都市は別個の概念であったが、中世後期になって帝国都市が発展していくと、帝国都市に課されていた義務も形外化して、両者の際はほぼ失われた。このため、 両者を合わせて、帝国自由都市と称するようになった。帝国自由都市は、両方と同等の地位にあり、帝国議会へ代表を派遣することができた。この帝国自由都市の存在は、所領の濃度が逃亡して労働力が失われるなど、各地の両方君主にとって望ましくない存在であった。また、両方君主が、自らの権力強化を図るのであれば、 都市に蓄積されている富を狙わない手はなかった。16世紀より宗教改革の波に乗じて、両方君主はアウクスブルクの宗教和議を通じて、両方教会体制を確立させた。これにより、諸領内の教会を統制下に置き集権化を進め、さらに各都市への統制強化を図った。多くの都市は、こうして両方君主の統制下に置かれ、自治権の多くを剥奪された。 1648年のベスト・ファー・レン条約で両方試験が確認されたこともこの動きを加速させた。さらに、ナポレオン戦争においてドイツが占領されると、ナポレオン政権下での行政区再編に伴ってブレーメン、ハンブルク、フランクフルト・アム・マイン、リューベックの4都市以外は帝国自由都市としての地位を失った。ナポレオンの失脚後に、 ドイツ連邦が発足するが、この連邦は35の報告と上記の4、帝国自由都市によって構成されていた。この4都市のうち、ブレーメンとハンブルクは、現在のドイツ連邦共和国において独立した連邦州として扱われ、今でもそれぞれ自由ン座都市ブレーメン、自由ン座都市ハンブルクを正式名称としている。ディンケルスビュールの死壁リンダウメ人間ンンの才問。 ローテンブルクオップデアタウバーの四壁ュベビッシュ春。ありがとうございます。